このファームを運営することになりました、うちの会社が。19頭の馬さんたちがもしかしたら殺処分になっちゃうかもしれないとか、そこで働いてる皆さんたちの雇用がどうなるかがわからないっていうのはその時点で知って、どうするまんじゃ、どうします？見積もり見た瞬間にソニック3つ目の問題はこちらです。閑散期今年も多くの観光客でにぎわい、4年目を迎える那須ファームビレッジ。そんな那須ファームビレッジでも毎年迎える冬の閑散期には売り上げが半減になってしまうこともあると。半減どころかね、半減どころかもあると。そんな今年の冬どう迎えていくかをここからは考えようじゃないかと。重いなあ、これ。重い。日沈んじゃうよ。閑散期どうするまんじゃ。どうします。まあこの問題は結構前から話し合ってんだけど、はい、一回締めようってなって、はい、YouTube でその話をなんかちゃんとしたわけじゃなく、常盤場行って国分さんと私が話してる時にさらっと言っちゃったもんだから、そこから閉まっちゃうんですか冬みたいな。これすごい言われます。そうだよね、多くって。そこでは冬も来たいですっていう意見だ。そうですそうです。だからもう冬閉まっちゃったら私たちはどう生きればいいのみたいな、どこに行けばいいですかみたいな感じなんですよ。結構切実なメッセージ届いてて、なんかそれはそれですごくありがたいお話だし、新しい気づきだったし、なんかそういう方たちの居場所に心の支えに那須ファームビレッジがなってるって、私たちが目指してた姿だからとっても嬉しかったんだけど、閉めるって思っちゃってたもんだから、まあ結構ミーティングを重ねて、じゃあ土日だけやるのかとか平日どうするのかみたいな話とか今絶賛やってるんだけれども、ただまあ私としてはさ、やっぱここをちゃんと黒字化させてずっとちゃんと回していく、長くしていかなきゃいけない責任もあるから、やっぱ赤字になるって分かってて開ける。なぜなら人件費が一番ね高いから、そこでスタッフを稼働させて、じゃあ利益が出ないまま営業するってのも違うと思うし、逆にお客さんが来ない中で待つスタッフたちのことを思ったりとか、じゃあ外開けるって、ずっと外でみんなを働かせられるかって、あんな寒い中で働かせられないし、じゃあこの中だけでとか、なんかいろんなこと考えるんだけど、でもここで冬でも営業していいよねっていう、ちゃんと私たちが営業の形スタイルを見つけられたらやろうっていうことに今はなってる、現時点では。でただもしかしたらやっぱり馬部のこの人数が少なくなった問題も、まあここ最近この数ヶ月の話だから、閑散期どうするの話を始めた頃とはちょっと現状が違うから、今日の時点で何とも言えないんだけれども、確かに閑散期の問題はある。でもともと閉めるつもりだったから「ポップアップ全国でたくさん入れてるから、11か所だっけ今年は、今年来年にかけては。ただ分からないけど、この中だけの営業で、うちはほらシェフもさ、すごく美味しい食事を作られる方で、もともとここコース料理で提供してたりとかするから、なんかそういうスタイルに冬だけ変えるとか、今はカジュアルにいろんな人に来てほしいからランチボックスって形で提供してるけど、例えば着席でちょっと高くってもしっかりコースの提供をするとか、なんかこの室内でゆっくりこの、なんか建造物とか何もないこの景色を見る、ゆっくり眺めながら食事をとっていただくって、今までうちのね、シンクフューチャー社に変わってからはなかったことだと思うから、そういう意味ではすごい贅沢な空間になると思うし、体験になると思うんだよね。ピアノもあるし。でも誰がピアノ弾ける？誰かいる、誰かまた人の問題が。ピアニスト、ピアニスト。でそれは社内じゃなくていいんじゃない？それは読みましょう。さすが本当に。この関東付近で冬の牧場たちはどうしているんだって、知りたい。すごい。まずマザー牧場さん、冬はイルミネーションをやっております。貸してくれないかな。もうマザーたちがみんなこぞってマザー牧場へ。マザー牧場さんお金持ち。使わなくなったイルミネーションくれない？ちょっとマザーさん。確かに提供していただくみたいな。提供ちょっと使ってないやつあるでしょ。うちらも考えたことあるんだよ。もう初年度私と万太郎、白い厩舎がキラキラしたら楽しいよプロジェクションマッピングとか言って見積もり見た瞬間にそのマジちびまる子ちゃんのあの現象が私たち起きたから、プロジェクションマッピングとかね厩舎にできたら確かに白いから。イルミネーションやってるところはお金持ちっていう目で見るようになった私はその後のイルミネーションすごいですね。あれ高いのね。でもすごいですね、やられてるんですね、マザー牧場。すごいイルミネーションやってんの。はい、クリスマスとかになんかこういうマラソン、はい、クリスマストレイルランみたいなことで、この整備されてない道をみんなで走ろうみたいなイベントをやったりしていますね。那須高原林道湖ファミリー牧場、近く、はい、これはアルパカのグランピングができると。これも初期費用かかりますよね。かかるよ、あれ高そうじゃん、あの透明の丸いやつでしょ。いくらするのあれ。まあ高いと思います、うん、長野県滝沢牧場、まあ、冬雪が降る場所では、まあ、犬ぞり体験だったりとか、群馬県上津牧場、ここでは五右衛門風呂をやったりしていると、薪を割って自分でお湯を沸かす、すべてセルフで体験できるみたいなことが、楽しさにつながっているというところですね。千葉県成田夢牧場、穴掘り大会を2月に毎年やっている。どういうこと？穴の深さを競う大会です。まあみんなで、まあ、やっぱこうね体を動かして冬はあったかくなろうよっていう。あ、そういうことか。はい。優勝賞金10万円。みんなすごいな。はい。みたいな、やっぱこういう体を動かすイベントをやっている場所が多かったりする。寒いから動かして温まろうよってこと。まあでも逆にさっき言ってたここのファームでは体を動かさずに冬でももうゆっくりできるランチをするっていうのはすごい新しい提案で、みんなすごい。はい、どうしよう、まだまだ考える余地あるってことだよね。馬ぞり、そうだ、馬ぞり、おお、トレッキングと何が違うんだ。ドッグフレンドリーにするか。ワンちゃん連れすごい増えてるので、そうだね、今トレッキングがあったからまあね、結構あんまりこう制限がいろいろあったけど、トレッキングとね、あとやっぱりそのうんち持って帰ってくれない問題、景観管理のところで、まあでもね、ちゃんとマナーのところはやってくださいねって呼びかけつつ、そこは私もね、やっぱ動物好きだからさ、一緒に来てほしいなと思うところではあるよね。だってワンちゃん連れの方って冬でもやっぱお散歩は必要じゃないですか。あとまあワンちゃん走らせたいっていうのがあると思うので、あとすごい難しいのがさ、ワンコ同士のトラブルとかやっぱ起きないんかなとか思うから、そういう時どうしたらいいのかがちょっと知見がなかったりとか。それをご自身で解決してください。それでいいのかね。まあでも大型犬と小型犬住み分けして話すとか、まあでも話さないにしてもお散歩いいですよとかにするってことか。だからドッグランに来る、まあ代々木公園とかよく行ったりすると、ドッグランの犬たちってもう慣れてますよね。そっか。さすがに。あ、これが独特なだけか。そうですそうです。触れ合ってきてない犬って協調性がないから。そっか。あとはもうリードは必ずつけてねとか、お散歩してもらうっていうのは、ここ歩けるだけでも結構楽しいですよ。気分転換になるよね。ということで以上、はい、今回は3つ大ニュース。これでおしまい？はい。まだ行きますか？問題はいらないんだけど、ハッピーで終わらせるのからいつも通りって思ったけどなし？まあでもハッピーで終わらせるのであれば一つありますよ。何？新しい家族が。癒やしい、確かに。そうだね。家族も増えて、まあ問題はありますけど、守っていかなきゃいけない子たちもいっぱい増えてきてるから。まあでもどこも同じだと思いますよ。そうね。はい。で、自分たちだけ大変なんて思ってないけれども、でもまあピンチっていう今の那須ファームビレッジもいつだって求人募集ですし、なんかこういうアイディアあるよとか、土日こういうボランティア提案してみたらどうみたいなのとか。教えてもらえたら嬉しいなと思います。皆さん参加型でよろしくお願いします。お願いします。以上、Fスタでした。何の茶番なのそれ。